はい、どうも。今日皆さんご覧になりました？立花隆さんのライブ放送だったんですけど、千代さんがノートに寄稿した、記事に関することに対しての反論の動画だったんですけれども、一応内容だけざっくりとお話しすると、知大さんという、ジャーナリストっていうのかな。その辺はちょっと私もはっきりしないんですけれど、選挙をいろいろ追いかけている方がいまして、選挙ウォッチャー知大という形でツイッターをされているんですけれども、その方にですね、ここ最近ずっと嫌がらせが起きていたらしいんですね。頼んでもいないパンフレットだったりとか、代引きの商品が自宅などに届くということが千何百件とか起こっていたらしくて、それに対しての記事になります。で、その嫌がらせが実は N 国党が組織的に行ったんじゃないのっていうことを言っている記事だったんですね。で、その内容の詳細については、私は語らないでおきます。もしその内容を読みたいとかっていうことであれば、ご自身でちょっと探してください。いや、その内容とかに関して語らない理由もちょっと今からおいおいお話はさせていただくつもりでいるので、それはちょっとお待ちください。まず立花さんが言っていたのが、党に対する名誉毀損じゃないかっていうことを言っていたんですね。そのライブを全部見るに、見て分かったことについては、知大さんのやってることって党に対する名誉毀損じゃないか、うちの党はこんなことしてない、こんなことする必要がないんだっていうことを立花さんはしきりに言っておりました。で、立花さんはこうも言ってますね。そのないことを証明するのは非常に無理だからというふうに言っておりまして、こんな記事を書くこと自体が、こんなことうちの党ではないんだから、こんなことを書くこと自体が名誉毀損だということを立花さんは訴えておりました。書くこと自体っていうとちょっと語弊があるか、書いて公表することが名誉毀損だって言ってるのかな。どっちも似たようなもんだよね。書いたら公表してんだからしょうがないよね。細かいことはいいとして、とにかくこんなもの公表しやがって何しやがんだこの野郎っていうことですよね。でね、立花さんこういうふうに言ってるじゃないですか。俺ね、立花さんのやってることちょっとおかしいなと思ったんですよ。別に間違ってるとか、なんていうのかな、この法に触れるとか、常識的におかしいんじゃないかっていうことじゃなくて、なんでこの人こんなことしてんだろうっていう意味のおかしいね。何かっていうと、立花さんってこの記事を差し止めするみたいなことを言ってたわけですよ。公開されないように差し止めをするんだっていうことを言ってたんですよ。でもね、立花さんさ、さっきのライブで全文を自分で読み上げて公開してんだよね。何やってんのこの人って。あなた差し止めしたいんだったらこの文章なんで読み上げてんのとか思っちゃったわけですよ。差し止めしたいんだよね、これが公表してこれが広まらないようにと思って。でもあなた自分自身で一言一句間違いないようにこう全部読み上げちゃってるわけじゃん。何してんのあなたと思っちゃったんだよね。で、しかもさ、そのライブ自体もさ、今ちょっと見てみたらさ、そのライブ自体も公開されてるわけですよ。終わった後にアーカイブとして。ねえ。だから、差し止めするんだって言ってるのに、自分でそのまんまさ、文章読み上げて、で、その読み上げたライブをそのまんま公開してるわけじゃん。何したいの？あなたっていう。あなた差し止めしたいんじゃないの？自分でそんな、ねえ、言っちゃって、整合性取れないことしてんだこのおっさんはと思っちゃったんだよね。間違ってるかな？俺間違ってるかな？いくらさ、自分が反論するためとはいえさ、ね、自分がやってないんだっていうことを主張するためとはいえ、こう自分が
公開されたくない、こう差し止めしようとしてる文章を自分で世間にブワッと広めるって 何考えてんだろう、わかんない、ちょっとその意図がごめんなさい、俺にはねわからないの、誰かわかる人としたら教えてください。でね、もう一つ思ったのは、こんなことして何になるのっていうところだと思うんだよね。その彼の、その千代さんの書いた記事を全文紹介して、まあなんかちょっと小バカにするような感じでこう喋ってたわけじゃないですか。で、それで彼の言ってることはおかしいっぽいっていうようなことを言って、で、彼のやってることは名誉毀損だよみたいなことを喋って、で、立花さんは何をしたいの？っていうふうに俺は純粋に思ったんですよ。そのライブでそれを喋ることによって、立花さんは一体何をしたいんだろう。別にそんなのって、別に何だろう、立花さんが自分の口で言ったようにないことを証明するのが難しいであれば、ただ普通に名誉毀損だよっていうことで粛々とこう法的に進めればいいんじゃなかろうかと俺は思ったわけですよ。わざわざ自分でさ、なんだろう、広められたくない、このね、自分で多分捏造だとか思ってるわけだろうし、信憑性のない情報だ、全くの嘘だっていうふうに思ってる情報なわけなんだから、そんなものを自分の自身の口で世間に広めてしまって、何がしたいの？まあ、自分的にはその今回の立花さんの行動っていうのが、立花さんに利する行動なのか、自分でやった行動なのに立花さんに対して利する行動なのかっていうのがすごく疑問な行動をとってるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っちゃいました。まあ、おそらく立花さん自身はこれが自分のためになるんだと思ってやってらっしゃるんだとは思うんだけれども、あくまでも俺個人から見た時に何も意味ないんじゃないの、むしろ情報か、俺みたいな人間にまでその細かい情報が拡散されて、あんまりよろしくないんじゃないのっていうふうにちょっと思ってるんですよ。だからね、ここでちらっとこう頭をよぎったのが、メンタリスト DAIGO さんが言ってるように、判断力低下してんのかな、認知力低下してんのかな、もしかして、なんていうことはちょっと頭の片隅にあったものがこうちらっとこうよぎったわけですよ。でね、ちょっとね、おかしいなと思ってることが一つあるんですね。先ほど、まあ立花さんが全文をそのまま読み上げたっていうことを私は言ったとは思うんですけれども、これってする必要はあったのかなっていうふうには思ってるんですよ。反論をするんであれば、まあ全文読んだとしても別に読み上げずに、彼はここでこういうことを言っているんだけれども、これに関しては違うよとかいうふうに言えばいいものを、なぜかわざわざ全ての文章を読み上げているわけですよ。ここで思ったのは、そのこのメルマガは有料なわけだから、千代さんにお金が入らないように嫌がらせでもしたかったのかなっていうふうにちょっと思っちゃったんですよね。だって立花さんは、さっきも立花さんが言ったように記事の差し止めをしたいわけですよね。っていうことは、記事が世の中に出てもらっては困ると思ってるわけです、そうなんですね。で、ただそう思っているはずなのに、それをわざわざ自分で全部読んでしまうっていうことは、この行動って整合性が取れないと思うんですよね。まあ考えられる、私の頭で考えられる内容としては、有料のメルマガを無料で立花さんが全部読んでしまったものを公開してしまえば、立花さんの動画を見れば済んでしまうから、千代さんの
有料メルマガを買う必要がなくなるから、地代さんにその購入代金がいかなくなって収入が少なくなるだろうっていう考えのもと、こうやって自分は公開されたくないはずのものを自分で読み上げたのかな、なんていうふうにも考えられなくもないと思うんですよね。だからまあ立花さんのその反論のライブを見ておかしいなって思ったのはそれぐらいですかね。まあその内容について、まあ、若干ちょっと触れてはいきますが、ぶっちゃけどっちが本当なのっていうところに関しては俺は分かりません。その立花さんはやってないよって当然言うだろうし、まあ地代さんは地代さんで、もしかしたらそのメルマガでまだ明かしていない何かをまだ持ってるかもしれないですしね。これはもうことが進展していかないとはっきりはしないでしょうから何とも言えないんですけれども、なんかあのメルマガの内容で、まあその立花さんの読んでるのを聞いた時に、こう N 国党のまあその主要な議員さんの IP アドレスが確認できたみたいな内容もあったわけですよ。でそれが本当だったら結構地代さんの言うことも信憑性あんのかなとは思うけれども、今現状ではちょうど分かんない、分かんない、判断はしない俺は。その後の事実をもとにしか俺は話をしないつもりなので、憶測で断定はしないつもりでいます。まあ、ちなみになんだけど、その今話に出たその主要な議員さんのライブをちょっと見てきたんだけども、なんかね、わかんないけど、どうもね、IP アドレスとメールアドレスの区別がついていないような発言をされていてですね、真偽についてはわかりませんけど、どうもなんか IP アドレスとメールアドレスのなんか区別ついてねえんじゃねえの、この人って思うような発言をされておりました。誰とは言いませんけどね。ということで、今日の立花さんのライブを見た感想にはなりますが、そうですね、まあまとめると、まあ確かに立花さんは反論はしたかったんだろうというふうには思ったけれども、反論にかこつけて、地代さんに、まあ、金銭的な嫌がらせでも仕掛けてんのかなっていうふうにも見れなくないなというふうには思いました。だって明らかにね、このことによって地代さんの記事を買う人は減るわけだからね。もしく、まあ、それが主たる目的だったとは思わないけれども、それも狙ってやってるっていうふうに考えられなくもないなっていうふうには正直思ってます。皆さんどう思いましたか？よろしければメッセージ残してください。コメント残してください。なんだろうな。なんかちょっと姑息な感じがしたかな、そのやり方に関して。別に全文読まなくても否定するんだったら否定できるでしょうっていうふうには俺思ったかな。だからなんか全文読む、その立花さんの行動がとても違和感しかなかったかなと思っております。以上。